のゲストは田中陽子ちゃん。ベンベロベンっていう感じイメージ、うん、小さい時になんかショーとかモードとかね、歌手になる前ね、高校生、中学生高校1学期しか行ってないんですけど、そろばんできなかったんですけど、簿記4級、誰でも取れる。あとスポーツは私取ったね、走る、あ、水泳、水泳は一番言ってる時代はあんま大したことないでしょ。それは賞もらったことある、自分で一番で認めてください。違う違う、じゃあろ、うん、ちゃんと水泳 50m 何秒以内っていうのはあれ1になるんですよね。それはあれじゃんか、賞の時なこの水泳帽かぶってて上に 50m 以上で青線1本見たの。戦国見てる青線1本見たぞ俺は。じゃあ平戸のクロールを 50m 両方泳げたら、うん、青線1本なんだって言って、そのタイムが40秒以下やったらここに青線2本なんだ。すごいよ。なかった、なかった、なかった、誠さん変変や、なかった、あったよな。うちは建前でしょ、建前で段階を踏んでいったらどん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 テープが上に来るわけですね。え、建前にテープ貼るの、建前にテープ貼っていくの、建前にテープ貼っていくの、音ならへんの、建前に高い荷を難しいんだ、高い荷はこれ半分貼るからだから、ほらこれが上げたら黄色のテープが通るんや。うっせぇや、ほらお前どうで縦目全部ちゃんと増えられたらここ増え、なんか 色いっぱいあるやんか。うそや、だんだん最近もうめちゃめちゃ縦目上だったから頭茶色になってきたやん。そうか、今縦目のせいかやって、そんなアホなんだ。